巻き巻きさんごきげんよう。始めましたかな。どんなに褒められても自分の目標値に達していなければ喜べない、かっこ INTJ。 褒めがいのないすかしたやつだと思われるのかなと。褒められても自分の目標値に達していなければ喜べない、うんうん、あでもその感覚は二等辺もありますよね。そうですね、なんか褒められの褒められのポイントが違うと、なんかそこ褒められてもなって、うん、でも多分それ皆さんありますよね。ないのかな。まあ褒められれば、あ、何ですかね。何でも受け取ります。何でもは受け取らないですよね受け取らないですよね。子供みたいな褒めるとか、そう、あ、ちゃんと挨拶できたのすごいねそれは下手すぎますよって言われたら嬉しくないわけじゃないですか。でも挨拶が気持ちがいいならいいですよ、うんうん、あ、そう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 。だからこう何でも受け止められるわけじゃないですから、ね、あ、そうですね、はいはい、あ、巻き巻きさんそれめっちゃわかると。その程度のことを褒められるとかえってわざとらしいかなと思われると思うのでって考えてると相手を褒めるのに気を使うと、うんうんうん、まあすごいねとかじゃなくていいんですよ、きっと。ありがとうとか感謝の気持ちですよ伝えるのは。できてないのにとかこっち思うかもしれない。ありがとうもういいから、ありがとうってもういいから、その別にそこでありがとうって感謝じゃないじゃないですか。あ、だからこう本当はこう心の中で褒めてるけど褒めてないみたいな話ですよね。 INTJ さんは僕の中ではそれすらも言ってくれないイメージですけどね。あ、だから言わないので、まあ、ありがとうって言っとけばいい。感謝の気持ち、ありがとうも言い方ありますからねありがとうも言い方ありますからね。感謝の、なんかこう、なんかこれすごいねとかって言うとこの程度褒められても、だけどなんかいつもやってくれてる大したことないことでもいつもありがとうだったらまあいいわけじゃないですか待って、ごめんなさい、ちょっと難しい僕が出てきましたね、なんか、はい。だってこうありがとうはそうです。でも、うん、ありがとうは確かにそうですね、うん、共通っていうことですよね、うん、そう、なんかあのゴミ捨て、はい、いつもこう自分がやってるって言ってたじゃないですか。やってますよ、うん、でこう誰も感謝の気持ちも表さないみたいな。いや、でもそれをねありがとうって言われるとお前がやれよってなるのでありがとうは言わなくていいです、それはでも当たり前のようにやられても、あ、そこはなんでお前らもやらないんだっていう思いがあるからですよ、ね、怒りの思いがあるので、うん、ありがとうって言われると、うん、はぁって思いますけどね、うん、でもそれ自分の仕事だったらみたいな、だったらまあ、うん、ごっくんで、あ、うん、どういたしましてです、はい、上司から今の君ありがとうって言われ、あ、今の君ありがとうって言われると、はい、どういたしました、はい、でもまあそれを、うん、翔平君、ショータイムの大谷君は、はい、ゴミ捨てをやるんですよね。ゴミ捨てやるの。自らそれはもう取り入れたいです、うん、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンで、はい、能力を僕のものにしたいです、はい、だから巻き巻きさんが、私も簡単に人を褒めないと、全然を人を褒めないすかしたやつだと思われているかなと、褒められても反応に困ることはあると。なるほど、なんでそんなこと、うん、本当は違うのに人前だと釈明できなかったり、こうして誤解されるのだろうなと。僕も褒められて反応に困ることはあります、はい、けど理由はこうじゃなくて、僕もこれをどう表現したらいいのかがわからない感覚です。僕は褒められれば、とりあえずありがとうは言いますけど、ね、ありが、あ、だからそれぐらいです。あ、ありがとうございます以上のなんか反応ができないというか、あ、はい、裏読みしだしたらキリがないので、褒められたら素直に喜んでおけばいいかと思いますと、うん、仮に皮肉だとしても、そんな感じですね。僕も、僕なんか、ね、皮肉だったらね、うん、ありがとうとかね、なんか言うんだろう、うん、皮肉って分かってますよをやりたくなるんですね、うん、ちっちゃいなこれがね、多分ちっちゃいんですよね、うん、でそうすると相手の思うツボじゃないですか。ああ、なるほど、うん、まあそうですね、皮肉を受け取ってくれたわけで、皮肉合戦じゃなくてそうですね、うん、どっちが度量が大きいか合戦がだったら、うん、受け取った方が大きいです、ね、さらっと流しちゃった方が、あ、ありがとうってさらっと流しちゃった方が、ありがとうの方が確かに度量は大きい感じがしますね、うんうん、度量大きいし、あ、こいつ響いたなって思うわけじゃないですか、はい、なんかその皮肉で返されると、あ、言ったことが響いたから皮肉で返ってきたんだなみたいな、皮肉を言っても何にも響かなければなんかいただけそうな感じじゃないですか。
相手に嫌な思いをさせようと思って言ってるのに、嫌な思いをせずにありがとうってさらっと言ったら聞いてない感じですね。聞いてない感じ、聞いてない感じ。なるほど。あ、では、で、INT 社さんは気づいていないふりだとしても構わ、あ、そういうことですね、そういうことですね。褒め方にしてもありがとうにしても言い方で受けた時の感情ってわかるなと思います。そうなんです、僕も感じちゃうんですよね、これを、うん、心の中で感情を強く感じていても結局考えないと動けていないことに気づいた、うん、感情を強く感じていても結局考えないと動けない、うん、普通ですよね。まあその普通のことに関して、ああごめんなさい、はい、そっか、なんかごめんなさい、ですよね、あ、ですよね、はい、クエリーさん、 K クエリーさん、ごきげんよう、はい、J クエリーですかね、はい、褒められてありがとうございますを棒読みしてしまったりする、あー INTJ さんがそれをやるんだ、なるほど、うん、でも困っているとその反応のタイミングすら逃すと、なるほど、うん、反面なるべく人に感謝は伝えるよう意識してる、なるほど、うん、偉い偉いって、ごめんなさい、偉そうにすいませんそういう意味じゃないです、うん、僕な、棒読みでありがとうございますって返されると、うん、あ、しまったってなるので、うん、違う違う、そういう意味じゃなくてってちゃんとフォローはするんですけど、うん、下手なんでしょうね、この辺が。でもその棒読みも下手なんですよね、きっと。だからそこでこう食い違ってるって話じゃないですか。もう全く違う景色なんでしょうね、うん、この例えばなんか本当に感謝のつもりで、はい、なんかこうありがとうございますを、はい、なんかこう感情が劣等の人とかは、はい、なんかぎこちないありがとうございますになるから、はい、なんか棒読みでありがとうございますって言ってしまった時に、例えば二等兵だったら、あ、僕しまったみたいな、しまったか、うん、本当に言ってるのに、うん、その棒読みだったら、うん、歯がきますけど、うん、だからまあ歯がしまったか。でもこれって、まあ、食い違ってるだけの話じゃないですか。何それって言われても、まあ、こっちも困るわけですよね。こう感謝の気持ちを表しただけなのにっていう言い方で受け取られ方が変わるのはそうだと思うのですが、相手が意図的にそういう言い方したのかはわからないので、うん、言語化されてない部分は無視して素直に額面、地面通りに受け止めるようにしたいと思います、うん、今のちょうど今の話ですね。そうですね、何にせよ言外、言外の態度や言い方を使ったコミュニケーションは誤解が生じやすい、うん、でもなんか本当に好きとかは、難しいのかな。本当に好き、なんか僕誰とでも話は通じるはずだと思ってるので、はいはい、話し合えるはずだと思ってるんですよ、うん、INTJ さんはそうやって思ってくれてる方なんですかね。思ってくれてるんじゃないですか。でもそれは相手にもよるって話ですよね。僕相手にもよるとも思ってないんですよ。その相手が受け入れる体制があればですよ。なるほど、はい、相手によるっていうのはこのタイプはダメとかではなくて、あ、なるほどなるほど、なるだけ言語化されたものだけでコミュニケーションを取るようにしたいと、うん、あだからそこら辺、こういうのは、こういうのはそういう、こういうのを受け取ってよって思うわけじゃないですか。このであ、だから雰囲気、雰囲気、相手もそれを受け取ってよって思うわけじゃないですか。だから歩み寄りが必要って話ですよ。あこの人はこういうのが、僕のこういうのを受け取ってほしいんですよ、うん、でももう分かんないって向こうでやってるんですよ。でその分かんないのも受け取らないと、あ、なるほどね、うん、お互い様か、お互いにこう理解し合おうっていう気持ちが重要みたいな。なるほど、うん、こんなんすごい分かりやすいじゃないですか。僕のこんなんすごい分かりやすいじゃないですか、まあ、これ何それ、 何それってなる。何それじゃなくてもぞ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 してるんですよって、うん、でそのもぞもぞがなんだよって言語化してくれよって話じゃないですか。言語化できないからこうやってやってるんじゃんっていう話なんですよ、うん、であたふたしてるんですよ。どうしていいのか分かんない。なるほど、うん、褒められたいけど褒められたら褒められたで困ると、うん、まあ、仕事増やされますもんね皮肉は気づかない方が相手にダメージがいく、うん、だ気づかないふりがいいっていうのは今日知りました。ポーカーフェイスです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。不当客集め商売につき、ありがとうすごいですね、あ、キャバ嬢のさしすせそですね、はいはい、さすがさすがとか、はい、おかげさまですなど訓練して習得したと、うん、慣れましたと。皮肉ならいつもより大げさに嬉しいってやるとお金になると、はい、なるほど、女子は大変ですね。飲酒を魔女さん、うん、K
T 型は客観的に見て情報があって結果を残していることを褒めているイメージ、 F 型は主観的に見て勤勉や人格を褒めているような気がしますと、はい、ああそんな感じがします、はい、自分が思っていることを勝手に違う雰囲気で受け止められていいかどうかというのもありそうと、ああなるほど、うん、感じてよを相手に任せちゃうって話ですよね、どう理解するか委ねましたね、はい、そうすると全く違うように理解する可能性もなるほど、うん、なるほど、はい、そっか、これは要注意ですね、背中が痒いのとか言い出すかもしれないですよね、そう、そう見えたって話ですね、なるほど